猫み、最近は爆破予告が届いたなんてニュースを耳にするようなご時世で世の中危険だよね。うん、ちょっと待って、とりあえず近いわ、一回離れて。あ、ごめん。猫み、最近は爆破予告が届いたなんて。遠いわ、遠近感どうなってるの。なんだって。いいから戻ってこい。とにかくパパはこんな危険な世の中だからこそ声を大にして伝えたい、爆破予告が届いた時の対処法を。そんな震えるほど伝えたいんだ。いいよ、おしっこ漏れそうで震えてんの。トイレ行ってこい。そうする。はぁ、全然話進まない。猫みを待たせ、あまり待たせるのも悪いと思って手を洗わずに来たよ。うん、そこは洗ってきてほしかった。了解、洗ってくるから1時間ぐらい待っててくれる。うん、もういいや、そんなに待てないから話し続けて。了解。で、本題なんだけど。ちょっと待って、なんで背景揺れてんの。このままじゃ全然話頭に入ってこない。じゃあ画面に合わせてパパと猫にも揺れてみたらいけるんじゃね。ああ、なるほど、絶対無理だと思うけどやってみるね。ああ、やっぱり無理、見てる人が気持ち悪くなる前に一回止まろう。うん、吐きそう。っていうかさ、なんか爆発してない？そうだね、爆破予告来てたしね。で、その予告状どうしたの？いや、持って捨てた。ん？それがパパの言う対処法？うん、通報せんのかい。みんな、最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録は下のアイコンをタッチ。またご意見やご感想もお待ちしております。下のコメント欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。